どうも皆さんこんにちは、ジャックアスです。今ウエスト65丁目とブロードウェイあたりの通りあたりなので、これからね、メトロバスの乗り方っていうのを紹介していきたいなと思うんですけども、メトロカードありますよね、地下鉄、そちらで、追加料金をかからずに、ニューヨークのバスやね、マンハッタンラインの MTA のバスは乗ることができます。まあ、今回そちらを実際に乗って、皆さんの乗り方をシェアしていきたいなと思います。もうちょっとねバスが来ると思いますので、もうちょっとねバスを待ちたいと思います。私のおすすめとしてはこちらメトロカードなんですけども、7日間のね、アンリミテッドカードっていうものがあります。7日間乗り放題の、地下鉄のチケットですね。基本的に、チャージ型とかもあるんですけども、まあ、3日4日ぐらいいるんだったら7日間アンリミテッドでね乗り放題のチケット買った方がバスにも乗れるのがねおすすめとなってます。でバスの何がおすすめかというと、マンハッタンの縦の通りをですね地下鉄が走ってて、横の移動が、基本的にバスの方が有利ということで、今回もね今ウエストサイドにウエストの方にいるんですけど、左側の方にいるんですけども、今からバスに乗ってセントラルパークのね動物園に向かうんですけども、横からね右に横断する形、セントラルパークをね横断する形となるとやはりバスの方がね有利となっておりますので、おすすめの利用の仕方ということとなっております。それではもうちょっとバス待ちたいと思います。一応ねあと2分ぐらいで来る予定なんですけども、まあある程度のね遅れはあるかと思いますけども、まあ、私が見てる感じだと Google マップでね検索してる感じだとそこまでひどい遅れたらあんまり経験したことないんで、まあ大丈夫かなと思っています。それではバスが来ました。カードをパスとだけ見といていただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。